香川駅は、神奈川県茅ヶ崎市香川5丁目にある、東日本旅客鉄道相模線の駅である。茅ヶ崎市北部の交通拠点となる駅である。茅ヶ崎方からホームを望む短式ホーム一面一線を有する地上駅。茅ヶ崎駅管理の業務委託駅。自動改札機は3台設置されているほか、早朝など駅係員が不在時のために乗車駅、証明書発行機が設置されている。 2020年度の1日平均乗車人員は4,488人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。せせらぎ公園神奈川県立千ヶ崎北陵高等学校神奈川県立千ヶ崎里山公園駅周辺は、基本的に住宅街である。文京大学湘南キャンパスや宇宙飛行士、野口総一の出身校である。 茅ヶ崎北陵高校等の文教施設、神奈川県立茅ヶ崎里山公園等の公園がある。駅前は個人商店を中心に商店街が形成され、香川駅入口バス停がある県道を45号線ウェンにはロードサイド店舗が多く出店している。駅北方の相鉄泉の生円を信用に、習得された駒寄せ川流域の土地は2000年代に宅地開発され、新たに 水木地区が誕生した。また、駅東方には東急電鉄二代目社長の後藤、のによる発案で作られた高級会員制ゴルフクラブの300クラブがある。当ゴルフクラブは大統領のゴルフ場の異名を持つアメリカ合衆国のバーニングツリーゴルフクラブに習って作られ、会員資格は整形会の首脳級の人物に限られている。また、茅ヶ崎市北部には 歴史的な史跡や文化財が多くある。7世紀から9世紀前半頃の大型寺院、七道柄跡と、鉱山群がからなる国指定史跡、下寺を考え石群が代表的である。その他に、古代の日本穂高、または、寒川神社祭神の霊石とも伝わる、腰掛神社、中世においては、鎌倉島の香川市の拠点があり、近世においては、 江戸中期の名武行として、有名な大岡忠介の菩提寺である清忍寺や、指定重要文化財の民族資料館などがある。このほか、茅ヶ崎市内で唯一地種を製造する酒蔵の熊沢酒造があり、レストランが併設されている。西口駅前広場駅南側には2015年に、西口駅前広場が設置され、茅ヶ崎市のコミュニティバス、エボシ号が発着する。また、 一般のバス路線が発着する香川駅入口バス停は、駅西方の小出川を渡った先にある県道45号線沿道の寒川町大局地区にある、茅ヶ崎市、コミュニティバス、エボシ号いずれも、私立病院行。かつては、北茅ヶ崎駅との間に、香川大駅と炎蔵駅が設置されていた。現在、新湘南バイパスの向こうに、西久保駅の用地があるが、 駅が設置される予定はない。ありがとうございます。